はい、こんにちは、シャスカです。今回はアメブロの中にですね、記事の中に YouTube を表示させる方法をやりたいと思います。まずですね、アメブロの、記事をいつも通り書きますと。で、この記事をですね、あなたが一生懸命書いた記事を、必ずですね、どこかに保存しておいてください。一応念のためにですね、ワードとかに貼り付けて、ワードのファイルとかで保存しておくのをお勧めしたいと思います。そうじゃないとですね、せっかく、あなたが一生懸命書いた記事がですね、丸々こう消えてしまうとか、そういう悲しいことが起きてしまうので、実際ですね、YouTube の動画を記事の中に貼り付けるっていうような作業をする前に、しっかりとあなたが一生懸命書いた記事を、どこかに保存してください。で、例えばこの記事をですね、保存するとします。で、今コピーして、ワードとかに貼り付けて、ワードファイルとして保存しておくということですね。で、ここから作業していくわけですけど、ここにですね、タイトル、テーマの下に、YouTube などのコンテンツを貼り付けるには、こちらをご利用くださいって書いてあるので、それを押してください。そうすると編集内容が消失します、移動しますかって出るんですけど、これはちゃんとあなたが書いた記事をですね、保存しているのであれば OK を押してください。まだ保存してないのであればこれが消えてしまうので、まだ、移動しないでください。今回は保存したということで OK を押します。そうすると管理画面が変わるんですね。で、そうした時にもう一回さっき の、コピーしてた記事を貼り付けますということですね。で、この、私であったらこの白坂慎太郎の下に YouTube を貼り付けようと思うんですけれども、自分が撮った YouTube の画面に行ってですね、ここの下にですね、追加、共有、その他ってあるので、共有っていうところを押します。で、そうした時に今度は共有、埋め込みコード、メールってあるので、真ん中の埋め込みコードというのを押してください。そうするとここにですね、タグって呼ばれるものが出てきます。で、これをコピーします。そしてさっきのアメブロの自分が挿入したいところに貼り付けます。こうですね。で、そうするとですね、プレビューを押すと記事の中に YouTube が貼り付けられるんですね。ただちょっと細かいんですけど、ここのですね、数字560315っていうのは、こう横が560で縦が315なんですね。で、これだとですね、実際の記事だとこう YouTube の動画が大きすぎてはみ出てしまうので、ちょっと数字を入れ替えます。この560っていう横幅をですね、420にするとちょうど記事に入るので、こうですね。今変えたのは、ここがもともと560っていう数字だったんですけど、それを420に変えました。そうするとブログの記事内にちゃんと収まるだけの YouTube の動画のサイズになってますので、あとはこれを全員に公開ってすれば、記事がですね、記事の中に YouTube を埋め込んだ状態で表示することができます。はい、ということで今回はブログ、アメブロでですね、YouTube の動画を表示させる方法を解説しました。今回の動画をご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。